お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちら。迫撃、今日も迫撃なんですけど、昨日にね、続いて、なんですけど、まあ、こちらトロフィーを見てほしい。昨日、マジで、6000落ちちゃったんですよ。5900とかまで行っちゃって、5級台まで行っちゃったんですけど、なんとかね、64まで戻したんですが、まあ、デッキが迫撃で、もう迫撃でね、ゴリ押しで戻しまして、今ちなみにマルチ12連勝してます。12連勝迫撃で、ですね、このコウモリ型を使ってた時にもう何にも勝てなかったんですよね。そのガゴムレ型とコウモリ型の今2パターンがすごい流行ってるんですけど、コウモリ型の時に全然勝てなかったんですよ。けどこのコウモリからガゴムレにしました。でガゴムレにした瞬間にトントントンとトントントンとこんな感じでね、もう無双に入りまして、今このテンプレロイジャー、この HBS、まあハビスって呼ばれる方がいるんですけど、まあ、HBS っていうこの海外のプレイヤーが、この人、前シーズンも、グローバル20位で、3つのアカウントを1人で、マジグローバル30位内ぐらい。全部が7100とかいってるぐらい、全部同じロイジャーです。っていうぐらい、ロイジャーの、まあ、一番うまいんじゃないかって言われるようなやつのロイジャーにも勝ちましたね。こちら。で、まあ、あとなんか、まあ、迫撃が多いから、迫撃のメタか知んないですけど、ウッドザップハイスピみたいな。と、まあまあ、こんな感じですね。はい。で、今、12連勝でもう無双してるんでね。はい、今日は、ちょっと、まともな試合をお届けできるんじゃないかなと思いますが、ちょっとね、その先に、ただの自己満のリプレイを一つ、お見せしたいと思います。で、相手は30死なんですけど、もうこれ一瞬で終わるんで、30死なんですけど、まあまあまあ、このユーノとかを適当に守って、まあ、3シーナー5打って、今のとこ普通だと思うんですけど、ここですね、エリポン相手が置くんですけど、ここで、まあ、どうするか。普通だったら、まあ、この手札とかだったら、まあ、アウトローガゴムレとか、まあ、ガゴムレからのディガーでね、まずエリポンを、まあ、ディガーで壊そうと思うはずなんですけど、まあ、正直、今の30人とかだったら、まあ、ウッドザップ3種もあるんですけど、まあ、型によっては結構ガゴムレがしんどい30人ですね。まあ、いわゆるこの相手のデッキ。に対しては、もう、あれですね。こんな感じで、ガゴムレからのディガーで、エリポンに投げずに、こういうハンターとか、弓のディガーで、まあ、今のロリババで、アイスピカスケか、処理して、もう終わりですね。これも多分落ちて相手諦めましたね。GG。みたいなこともあるんでね。まあ、エリポンに対してディガーを飛ばすか、まあ、飛ばさなくても、多分落ちちゃえばね、終わるんで、はい。自己満です。というわけで今12連勝やばいっす。神がかってますね。マジでだって迫撃のコウモリ使ってた時マジで勝てなかったですから。そうなんで、昨日の動画で僕コウモリ使ってコウモリ型を紹介したんですけど、やっぱ迫撃勝てねえやって思った時に諦めずにね、やっぱいろんな形を試すのはすごい大事だなと思いましたね。マジで1枚使っただけで1枚変えただけで全然違いますね。まあ僕の使いやすさとか、まあいろいろ自分に合う合わないがあると思うんですけど。よーし。っていうわけで、レッドブル、よろしく。JPP コカツかロイジャイかの2択だと思うんですけど、こやつは。よろしくね。もう僕の連勝止めさせたくないですね。ゴースト。あは、これ良くない。このアウトローは良くないですね。ディガーボーイが多分良かったですね。ペック工場かな。ペッカ工場臭いですね。ペッカ工場っぽいですね。じゃあ、することないんで、まあ、ディガ飛ばして、ペッカ工場ですね。で、まあ、ユースは、ギャングでいいかな。まあ、吹き矢でも下げて、足前で、これ5でもよかったけど、まあいいや。言うて、抑えれますね。OK。優秀、しかもこれ残ってるから、この吹き矢に、まあ、相手は、ゴーストか、いうの、ゴーストですね。これもアウトローで受けて、むずいですね。ここを迫撃出さないですね。まあ、ポイズン今撃たれてるんで。で、エレキもザップもあるから、ディガーガゴムでしても、まあ、特化されちゃうと。さあ、どうしましょうかといったところですね。これなぁ。まあまあそうなるんですね。けど、相手からしたら、てか、ペッカからしたら鬼迫撃って辛いんですよ。だから俺は相性はいいんですよね。
でもお似合い衣装いいと思いますね。これな、玉砕攻めたいけど、攻めたいけどすごい怖いですね。一回防衛します、一回防衛します、一回防衛して、これどうせポイズン打たれるから、まあ打たれても、あ、これガールいって優秀、これリガー使ってでも防衛します。さあ、しかもダメアタ取れてるんで、これはリクないんで迫撃で受けますね。デフケアで早急に処理して、これロリババで、これ入るくね、迫撃 OK OK。しかも今ザップ裂いたから、ザップ裂いたのがでかいですね。でこれにはまあポイズン防衛でもしてもらえますか。ポイズン防衛来る、まあ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 、これでもね入る、ちょっと入る、なるほど。ポイズン使ったから、この後ろから吹き矢がすごい強いでしょ。でポイズン使ってるんで、これ結構守りやすいですね。相手のこの攻めは美味しいまであるんですけど、あれ待って、見えないですね。ちょっと迫撃だと細かいのが多すぎる、これやばいです。これ一回防衛してからの迫撃ですね。まあやっぱ攻めで迫撃を使うのがいいのかなと思いますね。まあそうですね、一回防衛される。でこの吹き矢に対してワンチャン有能とか当てられるのが嫌なんで、なるほど、なるほど。いやこれさ、なんか全部残るまであるよね、買ったくね全部残るまであるよね。しかもこれガゴムレとか咲いたら多分エレキとかない。おいしいおいしいおいしい、これポイズン防衛するしかないでしょ。この瞬間に攻めを止めない、 OK。 よし、13連勝かな、やばい、なんかよしよしよしって感じですね。よしよしよし、いやーいい感じですね、いい感じですね。はい、次行きましょう。今のペッカーは多分相性がいいと思うんですよね。マジで化け物並みにうまいペッカー使いがいるんですけど、そういう人たちには多分ボコられると思うんですけど、まあ普通に同じぐらいの実力同士が迫撃対ペッカで当たると、まあ基本的には迫撃が犬ですね、迫撃砲が勝つのではないかと思われますね。まあ引きこもって工場とかあるから、ペッカって引きこもって迫撃防衛を永遠にするのもいいと思うんですけど、まあ個人的にやっぱ攻めで迫撃を使ってユニットとかを咲かせてからのカウンターのディガーっていうのがすごい強いと思ってるんで、まあ防衛で迫撃がやっぱ優秀なんですけど、やっぱ攻めでも優秀なんでね、攻めで使うのもすごい大事だと思いますね。ちょっとやばいですね、フリーズとか来るよね。これでもこのディガーで相手苦しいみたいなのがないかな。あー、ハント、あ、これ入るくね、おいしい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 。なんか相手のデッキ見慣れないですね。これ相手のあれですね、あれがちょっと厄介なんで、あのあいつ名前が毎回名前忘れるんだけど、あれおかっぱみたいな頭、おかん、なんか変な髪型の人です。ラムライダーだ、ラムライダーを止めるのがあれ一発で700くらい入るんですよね、勢いあると。鬱陶じゃなくてロリババだから勢いを止めれないんで、この相手には迫撃を取っておきたいみたいなのがありますよね。これはまあアウトローやね、これで受けてあげて、はい、まあ、相手5コスなんでね、はい、これだけだともったいない気もするんですけど、これはあえて逆サイですね。逆サイも一応攻めて両方狙っていきたいですね。これはまあロリーババでいいかな、かすらせて防衛 OK。 相手のデッキはちょっと見ないですね、あんま見ない、あんま見ないっていうか初めて見たわ。てか6538美味しいやん君、餌になってもらえますか。でこの1体のアウトローに対してディガーを飛ばしますね。なんか最近この流行りですね、アウトローの片割れ1体に対してディガーを飛ばすのがすごい流行りです。言い切っちゃいます、流行りです。流行りに乗り遅れないようにこのワンチャン振り付けますね。あー、なるほど、やばい、さてやばい、これ危ない、いいロリ、いいロリでしたね、いいロリ。相手もロリババあるんで、あー、そうなんですよね、
これなかなかきついですね。フリポイラムライダー、これこっちでロリババ咲かせて、まあ、これやばいですね。フリーズでやばい、全部持ってかれるかも。一応ロリババでしっかり防衛します。あはー、なるほど。そうですね、ユニット固めすぎちゃうとポイズンで全処理されちゃうけど、しっかり防衛しないといけないから、むずいですね。キアでイチャイチャしつつ、これ相手多分僕がファイバー持ってないと思ってます。ありがとうありがとう。あ、でもこれちょっと厄介ですね。でもここでフリーズとかされると鬼うまいんだけど、やばい、やめて、いてー、これだけでそんなに入る、やばいっすね、やばい、今のやばい。待って、俺の連勝記録が止まる。いや、これね、相手このポイズンちょっとシャシャったんですよ。いきますよ、奇跡あるっすから。本体が受けるからの奥ディガー、フリーズボーイ、あ、フリーズボーイチート、いや、奇跡的にガゴ、あ、俺のガゴ、あ、そういうことですね。まあたまにはっていうか、まあたまに負けることもありますね。フリポイラムライダー、いや苦しいな。フリポイラムライダーハンター、初めて見ましたね、初めて見た。これテンプレのフリポイ神器の工場がラムライダーで、ユーノグランバーです。いやー苦しい、ここで負けるのは痛いですけど、まあラストね、ラストじゃじゃじゃと勝ちますか。今期はできるなら迫撃であげたいですね。今期あと3日ぐらいですかね、3日もないかな。今日金曜の夜で、金曜の夕方でこの動画あげる、土日月、あとちょうどまあ2日と20時間ぐらいですかね。まあ約3日3日で迫撃でどうしてももう無理だったら、ババコヤ3子使うか、何使おうかな。使えるできないんですよね。何に使おう。まあ、適当に強そうなデッキ使って、なんとかします。なんとか。そうですね。グローバル一桁は多分取れないんですけど、まあ一桁目指してですね、頑張りたいですね。結局、なんかシーズン終盤のマルチってめちゃくちゃ楽しいんですよね。そう、鬼楽しいんですよ。最後この一戦勝つか勝てないかだけでもすごい順位変わってくるんでね、めちゃくちゃ楽しいですね。はい、というわけで先生ビースト、獣の先生、日本語は難しいですね。26かクロス、大砲かな、テスラかな、どっちですか。あー、これ迫撃砲多分お似合い性いい方だと思うんですけど、ちょっと僕が不慣れすぎて戦えないかもしれない。これちょっと壊す吹き矢生かしたいんで、ほらこれ打ってくる。まあ美味しいっちゃ美味しいけど、これどうしようかな。ロリババ5の、あれですね、これ用に取っておいたんですね。相手ここで ウッドオースを使うように、多分やばいかな。多分気づいた。お、結構やばいわ、今。結構やばいんだけど。あぶねえ、これ。アイコレでターゲット捉えてたら危なかったっすね。鬼やばかった。鬼危なかった。まあ。ですね、相手はウッド、アウトローと吹き矢とギャングのどれかに裂かないといけない。まあ、どれかには、ワンチャンアウトローには5を打ってくるんで、アウトローに5打ってきたらガゴムレを刺す。で、ウッドを裂いてきたら、まあ、吹き矢かギャングを後ろから付け足してあげれば、迫撃のクロスの防衛はできちゃうわけで、これですね。これ、とりあえず打っときますね。打っておくのはすごい大事ですね。クロスちょい、早く消えてほしいです。消えてほしいって言い方が良くないけど。まあ。相手も変えないです。鬼早いですね。攻めますか、こっちも。守ってばっかだと何も変わんないんで、いっちゃいます。で、ここ、吹き矢であのテスラを壊したい。なるほど。これちょっとディガーとかもして、
小足いきます。間も上がってますね。しっかり面識をしてきますね。さてはこれ気づいたな俺、引き分けだでもどうなんだろうな。これで相手がウッドサイトの吹き矢でいいでしょ別に。これで全てが防衛できちゃうんで。あ、相手に沼ってる。で今ファイブサイトよね。いやガコムネリーガーは怖いから一回迫撃で攻める。でからのテスラ来る。いや来ない。あーこれな、アーチャーに当てれたら天才だったんだけどな。俺ももう少しで天才になれてた。惜しい。あーけど流れ的には悪くないんですよね今。あ待って、やっちまりよ。え、やっちまりよじゃねマジ。これでまあ吹き矢延命やばい。これやばいですね。相手の攻めクロスが来る。やばいですね。これ気づいた。これまあ待ってクロス来た瞬間に防衛するんだけど、ちょいやばい。ロリーババで防衛。ロリーババとディガーが最強みたいなとこあるから、これ5打ってでも防衛ですね。危ないですね。一回深呼吸しないと僕持たないんで。さてやばいです。見てわかる通り、見てわかると思うんですけどやばいです。これ打っとくるから。キア、え待って、やめて。俺の痛いよこれはね。もうこうなっちゃうと鬼つらいの、鬼つらいのマジで。この分かる人には分かると思うんですけど、これねマジで地獄みたいな。鬼しんどいんですよねこれ本当に助けてほしいんですけど、僕は今助けてほしいんですけど、まあ諦めないですけどね、まあ、オッケーふぅ、ちょっと待って、これやばいですよね。まあ、見てる方も辛い、もう分かるんですよ辛い。これどうせテスラとかだから一回ガゴムレで。オッケー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 、頑張れ頑張れ頑張れ、やばい待って、負けたくないこれ。違う、いや吹き矢優秀。お前俺のなんで俺12連勝ぐらいしてたんだよ。聞いてくる。終わった、終わりですねこれは。もう終わった、展開落ちた。そんなこれ本当に鬼調子よかったんですよねこれマジで。どんだけ相性悪いのでも勝ててたよかったんですけどね。やっぱちょっと動画だと負けちゃう運命なんですかね。はい、終わりです今日の動画。ですね、まああれですね、やっぱ展開ぐらいまで来ちゃうとここから相手もやっぱ強くなってくるんで、まだまだですね。まだまだ追い込まないと勝てないっちゅうやつですね。はい、というわけで今日も最後負けちゃったんですけど、最近っていうかこの迫撃系を使うとやっぱ負けますねよく。けどやっぱ勝てるときは勝てるみたいなこともありますね。なんで昨日コウモリ型も出したと思うんですけど、このガゴムレ型ですね、ガゴムレ型、ぜひガゴムレ型をまだ使ってない人はよければ使ってみてください。これだけで1枚違うだけで本当に違うんで、ぜひ使ってみてください。というわけで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。